今日午後、松江警察署。感謝状、感謝状、感謝状。松江警察署長から3枚もの感謝状が贈呈されたのは、ファミリーマート松江学園南店の店長、山内武さん。お笑いコンビ、かまいたちの山内健司さんの弟です。山内店長はこれまで、プリペイドカード詐欺など、およそ10件の特殊詐欺を未然に防いできた詐欺防止のスペシャリスト。今年に入っても詐欺を防ぎ続けていて、7月5日と8月5日にはプリペイドカードの購入に来た同じ60代の男性を2度にわたり、8月22日にはプリペイドカードの購入に来た70代女性に対し、適切な声かけと対応によって被害を未然に防いだということです。一度詐欺に遭われた方がまたちょっと会いそうになるという特殊な場面もあったんですけれども、やっぱりそういうところを防げたっていうのは、まあ、僕自身もですけど、今回スタッフの協力も、あってのことだったので、とてもお店全体としてできているっていうのが嬉しく思います。また山内店長のこれまでの功績を称え、松江警察署は素子の匠に認定しました。お話をいただいたときに、まあ、ネーミングを含めてなんじゃそりゃっていう感じはあったんですけど、まあ、いただいたからにはちょっときちんと匠の名に恥じぬように。ちなみに山内店長、今回の感謝状贈呈が決まった後にもさらにもう1件詐欺を防いでいて、現在松江警察署がさらにもう1枚感謝状の贈呈を検討しているということです。